近住上官、近住上官、近住上官、明治三年四月二十四日、1870年5月24日、昭和十六年、1941年12月3日は、日本の明治昭和期に活動した新州大屋派僧侶、宗教家、送り縄、弓道院、弓縄上官。新州大屋派西源寺の住職、東京本郷の弓道学者と、 弓道会館において、学生、知識人を感化する。単二章を中心として、親鸞の精神を説く。政教時報、弓道、深海立言を創刊して、信仰の普及に努める。岩田文明、壁会、小飛木広志らによって、近代以降の日本思想史及び日本精神史に近づみが与えた影響の大きさが再検討されている。 滋賀県東屋井郡、朝日村、後の小北町。現在は、長浜市の新州大谷派西源寺の住職である、近住爪瑞の長男として生まれる。東本願寺経営の育英教皇に学び、新州大谷派僧侶で、宗教哲学者の清沢満氏と出会う。1889年、明治22年、京都婦人城中学校を卒業の後、 東本願寺の留学生として上京する。協立学校を経て、第一高等学校に学ぶ。1894年、明治27年4月8日、第二本仏教青年会が結成される。活動の中心人物は、近住のほか、沢柳正太郎、月見閣僚、三好愛吉、高楠淳二郎、桜井議長、梅原徹、広田一条、猛歌不可視会。 柏原文太郎、和田かな恵、藤岡勝次、畑俊之、本田達次郎、時は大田、木村大賢、土屋選挙、渡辺海局、小木野中三郎、坂井野明、高島米宝、安藤正澄、大森前海、柴田一郎など。1895年、明治28年、東京帝国大学文科大学哲学科に入学。井上哲次郎に指示する。 1896年、明治29年から1897年、明治30年にかけて、白川島集門改革運動に参加するが、挫折して帰京する。1897年、明治30年9月17日、深刻な反問の果てに、病、禁煙に付して、後に、え心を体験して、信仰を確立する。1898年、 明治31年、東京帝国大学を卒業する。1898年、明治31年10月29日、仏教と国民同盟会の結成に参加する。菅も監獄教会史問題への対策のため。1899年、明治32年1月1日、仏教と国民同盟会出版部、政教事報を創刊する。1903年。 明治三十六年十二月八日発行の第百七号まで。千八百九十九年明治三十二年五月、仏教と国民同盟会は第二本、仏教と同盟会と解消される。千八百九十九年明治三十二年十二月九日、第二次、山形内閣は第十四回帝国議会貴族院に宗教法案を提出。以降、 第二本仏教と同盟会は、近住上官を中心に反対運動を展開。法案は実現せず。1900年、明治33年3月24日、東本願寺の命により、池山栄地と共に、欧米視察に赴く。入れ替わりに、清沢万氏が上官の留守宅に入り、高校動を開始する。1901年、明治34年4月8日、 ベルリンで、花祭りを挙行する。発起人は、近住のほか、同時期ベルリンに滞在していた、姉崎正春、藤代貞介、羽賀八一、池山英吉、岩谷さざ波、久保田茂一、倉木哲吉、松本文三郎、松村松年、三延達吉、宮本宿、森光造、長岡外市、園田総慶、玉井喜作、津軽秀茂、吉田聖地。 1902年、明治35年3月24日、帰国。同年6月、旧道学者を解説して、日曜講話を始める。以降、学者には、後を誰作り、谷川哲造、亀貝良雲、木村祐吉、津村獣者らが在籍した。1903年、明治36年10月8日、西京時法第105号に近墨城館、近住上官。 旧道会館設立の趣旨を比例キすと、旧道会館設立主意書が掲載される。主意書の発起人は、近住上館で、参所院は、以下の四十八人。秋野高道、足立乗忠、姉崎正春、池山駅地、石川成明、板橋森都稲葉正丸、今井き八、今川革新、上杉文秀、大内青蘭、大草都美。 岡田治英武氏、小川茂次郎、柏原文太郎、片山国香、小賀の道すね、斉藤忠曽根、坂井野明、桜井議長、酒聖慶岩、佐竹寛会、沢柳正太郎、島地も来、島田万根、白鳥倉吉、新保徳寿、杉村幸太郎、高楠淳次郎、月見閣僚、時は大佐田、浅永三十郎、南城文雄、 西沢前七、土壌田東馬、小木野中三郎、藤井健二郎、藤島良穏やか、本田達二郎、前田恵雲、猛不深司会、松本文三郎、丸井恵二郎、三好愛吉、村上千城、吉田健竜、吉田聖治、和田奏恵。1九百四年、明治三十七年二月一日、旧道、旧道発行所を創刊する、九百二十二年、 大正11年5月10日発行の第18巻第1号まで。1915年、大正4年11月30日、旧道会館が完成する。設計は、武田五十一、志向は、戸田建設創業者の初代戸田利平。発起人総代は、小川茂次郎、柏原文太郎、沢山木正太郎、有田博長尾周一、大草俊美。 西沢前七、小木の中三郎。落景式には、井上遠良、高楠淳二郎、南城文雄が演説をした。会館は、全国各地の信者、支援からの寄付金のほか、三菱合司会社の桐島蔵一など財界人からの支援で建設された。1927年、昭和2年、第二次宗教法案への反対運動に従事する。1928年、 昭和3年、保守、大谷公園、区物をめぐる事件において、大谷派改正、宗則、改正親家権に反対する小冊子を配布する。1929年、昭和4年、同情の理由により、新州大谷派の創跡を剥奪される、後に復籍。1929年、昭和4年、東本願寺会親友使者大会を開き、 中門改革を訴える。1930年、昭和5年1月15日、タブロイド紙、深海立原、旧道発行書を創刊する。1931年、昭和6年、脳一血で倒れ、以後は病床生活を送る。1937年、昭和12年8月25日、長男の近住文常が王将。 不評第101連隊に従軍し、9月19日、上海上陸。文津根は、東京帝国大学文学部東洋史学科出身。専門は中国浄土教師で、王将まで東洋文庫に勤務。1938年、昭和13年10月1日、近住文津根、武漢作戦に従軍中、ロザ山付近にて戦死、去年30。 同日人陸軍不評退位。1938年、昭和13年11月20日、深海立元、第61号をもって、週刊となる。1941年、昭和16年12月3日、死去、去年71日。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。